を直した方がいいよって多分言ってんだろうけど。あなたの役割は、多分試合に負けてるから、ファッション的にちょっと怒ってる風に取られてんだろうけど。夜になりました。そういうのを決断設計乗り越えてね、上手になってる人もいっぱいいる。この過去の話はもう笑い話になってる。なあ、あの時、怒られたけど。まあ、そういう人たちは上手になってるよ。うん。多分注意してくれたんだなってことは多分。この時は多分なんか怒ってるおさんに見えたかもしれないけど。多分試合通して言ってることは間違ってない。まま間違ってないんですよ。怒ってんだなっていう。説教してんだなってことが分かった。説教っていうか注意してんだなってことが分かったんだろうね。そういう人たちは伸びていってるよ。うん。俺も日々進化よ。ゲームしながら自分と向き合う戦いだよ。うん。自分と向き合っていく。ただもういいんじゃない？朝が来ました。初日の襲撃はありません。のけがこの。あなたの発言です。はい。狼釣りたいので、まず、発言で、釣れる狼っていうことで、国老ですかね。怪しい人、おかしい発言してる人の中にいる狼の方を探すべきだとは思いますけども。うん。発言が白くて、村の可能性がある人を白狼で狙いで釣りました。白でした。大体狂人よりは村の確率が高いから、かなり劣勢になるいますよね。縄余裕って、村釣れるのは一縄しかないんで。うん。二回釣ったら負けのゲームなので。だから、やはり、発言で、怪しいとかおかしいとか変だなってとこにいる狼をね、釣るべきだと思い。白い、と思われる狼については占い師がそこを占ってっていうことが一番いいんじゃないですかね。まず狼釣りたいと思ってますね。以上です。7番さんが発言します。村人陣営です。6番さんは怪しいところ、発言で黒いところを釣りたいみたいな。私も白いところより黒いところを探して、釣りたいんですが、その点では6番さんと似てるかなって。で、あと、素直に、発言して、言ったらいいかなと思ってて、そうですね。白いところより黒いところ、探して。ちょっと盤面揃ってから、占いは出てもらいたいです。8番さんが発言します。あんまり要素取れる発言ではないと思ってるけれども、基本2周目でいいかな。相手再付けするんだったら、その白露とかそういう発言で、執行開示面では6番の方がしっくりくるものはあったぐらいかな。正直、黒いとこ釣りたいっていうのは当たり前っちゃ当たり前やからね。変になんか、ここはなんか、逆性さしてなんか変なこと言ってるけど白っぽい。白っぽいけど釣りたい。変なこと言ってるから、そういう思考もあるからなんともいいかなぐらいしか考えてないです。あとは特にないかな。あとはなんかなんだろう、白もらったから、役だからとか、あえてなんか一瞬目は様子見るために変なこと言いましたとか言い訳しないように、以上。狼以外はね、一周つけてるのはね、忘れるから、マークを。巻き戻した時にめんどくさいから、一周、何の役かわかんなくなるからね。最初だけ消してると、最初のそのピンポイントで巻き戻さなきゃいけないのはめんどくさいからね。ただそんだけなんだけど。7、8、8番の一周目でタス切りと。なんか考えながら言ってるから、なんか7番自身がなんか思ったこと言ってんのかなとかってなんか思っちゃったかな。
8番に関しては、まあ、黒い地を釣りたいのは当たり前だよねの6番思考は、理解できるものがあったからな、理解してもらえるんだったら、まあ、8番を、7、8でサイズ消すんだったら7番の方印象悪くて、8番の方がまだ印象がいいって感じかな。6白です。そんなとこしか落とせるとこないな。サイズ消すしって言うんだったらね。って感じ。1番さんが発言します。はい、占い師で4番さん白が出ました。9番さんは、狼と狂人なんですけど、ちょっと8番さんが言ってたように要素取れる発言があんまり、まあ特に7番さんはちょっと色がないなって思って、でもまあ2周目だと思ってるんですが、まあ、6、7、8番さんで見たら一番なんだろう、精査っていうか考察できてるのは8番さんかなと思ってて、まあ、8、6、7っていう感じで、まあでも2周目だと思ってます。黒いとこ釣りたいのは私もそうですし、黒い人、すぐ黒い人を占いたいと思ってるので、次の2周目で誰を占いたいとか言いたいと思います。騎士は潜伏系で基本的には断面で下って出て、2番さんが発言します。なんか9番1番とも7番になんか恨みでもあんのかよっていうぐらい、ちょっと7番に対して厳しくないかと思ったんだけど、6番の言ってることは別に何もおかしいこと言ってないんだけど、それってまあかなり、まあ、イチャモンつけるとしたらグレズリの盤面でしょ、黒いところ釣りたいっていうのは。だ霊能2章になったら霊能から釣るわけだから、いやでもそんなことで俺は叩く気はもう取らないんだけど、6番で言ってることは何もおかしくない。だから7番が色を落とせないのは当然のことだと思ってるから、色を落としてないからなんか7番がなんか黒いとかね、対比で8、7で比べたらみたいな。だから7番に対して厳しいから9番1番と評価が、まあ、7番は多分9、1に狼マシンが走ってるのか知らないけど、まあ相対的になんか白かなと思うかな俺は。3番さんが発言します。2番は変かなって思いました。なんか6番の中で2番が黒いところから釣りたいってことはグレーズリの話でしょう、霊能だった場合はって話も6番に当ててたけど、別に霊能だったとしても黒いところから釣りたいじゃないか、どっちが黒いかでこっち釣ろうじゃないですか、なんか分かんないです。それで2番が、まあ、それが6番の要素じゃないけれど何が言いたかったのか2番分かんなかったです。別にどっちにしろ黒いところから釣りたいのって6番なんじゃないですか。9、1に関してはね、まあ、1番の方が偽っぽいです。これ何て言ってかっていうと、まあ、1番の中で6、7、8を精査したときに、まあ、8番が一番考察伸びてたから8、6、7の順番からって言うんだけど、まあ、結構そりゃそうだろっていう話しかないんで、まあ、なんか中身を取って良かった悪かったって評価するなら話も、まあ、話が伸びてたから8番が良かったはさすがに上辺だけでやってんなって思ってるんで、まあ、9、1だったら1番の方が偽物っぽいなと思いました。まあ、6、7、8に関しては別に大して違和感なしです。以上です。2周目。4番さんが発言します。はい、おはようございます。まあ僕もね、3番さんと釣り位置はちょっと似てるんですけど、2番さんかなと思ったんです。それがさ、7番さんに対して9番と1番が、まあ、冷たいから相対的に7番が白っていう考察は、どうやっても組み立ってないなって思ってるから、うん、そこはちょっと変だなって思った。ただまあ、これはちょっと2番に不利だと思ってて、その前半ってほとんど色落ちしないから、まあ、ちょっと2番に不利な精査ではあるから、まあ2周目聞くんですけど、僕結構6番さんの言ってる進行の難しいなと思ってたんだけど、みんなは結構納得してたんだね。なんか黒いと思ってるんじゃないけどね、さ、そう、人狼釣りたいでって6番さん言って。人狼釣りたいけど、白い位置にいる人狼を釣って、そこ白だった時のリスクがでかいから、そこ狙いたくないです。黒いところ釣りたいです。でも人狼釣りたいです。黒いところが人狼とは限らないから、難しい進行論をみんなよく理解したなと思ってたんだよね。5番さんが
発言します。なんか4番さんは別に3番評価まで良かったけど、なんか最終的に6番評価したときにその話いるって思ったんだけど、結局4番さんの中で理解できなくて、いやそれって6番もそうじゃなくて黒いとこから釣った方がいいんじゃないのって提唱してるから、その前段の話はもう飛ばしていいぐらいの勢いなんだけど、4番ってみんな理解してるんだ、だから理解してるから何ってなっちゃうから、理解しても6番の言い分は黒いとこって言ってんだから、なんか4番がめちゃめちゃ怪しく見えちゃったけど、なんか2番は怪しいんで釣り位置2番って言っときながら2周目聞くんだと思って、いやひっくり返んない限り2番釣りますよぐらいじゃないの4番目線って。なんか片白だけど4番がめちゃめちゃ黒かったんだけど俺、はい、まあ片白は釣れないから盤面でどうなるかだけどね。あなたの発言です。はい、はい、あっち例か難しいね。2番とか5番とかなんか印象はいいんだけどね。ただ7-3の1周目だけだとクロスは拾えない。2番は強いて言えば無理してあげればだから、うん、3番に言うと。で、だからって3番が確実に黒いかって言われると分かんないんだよね。2号は印象がいいってだけで。2周目聞いて判断しなきゃいけないけど、8番の位置がここだからね。2,3 この2周目聞けないからね。1周目だけだと自分にしたように2号が印象がいいけど。4番だと考えすぎじゃない？黒い中の狼を釣りたい。うん。白いところよりはリスクがあるからね。うん。だから黒いところの狼釣りたい。だから狼は釣りたいんだけど。うん。だから、うん。ちょっと考えすぎてるような気がするけど、4番は。うん。っていうぐらいかな。2番5番だと印象度は良いんだけど、ただ7番って2周目の話聞かなきゃいけないし、3番だって、だから難しいなって思ってる。8のランテージに従います。そこは従います。印象度だけで判断しても、なんか黒要素はまだ拾えてないってとこなんだよね。うん。2周目が必要。2周目のグレー精査で、ところかな。4番は片白なので、釣るとこではないと思います。心配ならば占えばいいと思います。4番の言ってることもわからないでもないけど、ちょっと考えすぎてんじゃない？狼を釣りたいのは確かなんですよ。うん。でも確率的に狼を釣れるところを釣った方がいいっていう。初日は特に。はい。7番さんが発言します。まあ2番さん印象いいんですが、6番さんが2号が印象いいって言ってるので、なんか5番と2番って結構違う、全然違うような気が、5番って4目線に釣りでいいんじゃないかって。まあでも結構片白どっちも気になりましたね。で、2,3は結構印象よくって、ちょっと5番さんが分かりにくいかな。でも4番さんに対して、まあちょっと突っ込み入れてるのは、まあ、悪くないので、なんか結構片白2人、6番さんが2と5印象いいって言ってるのも気になって、どうかな。でも今日グレーからですよね。ってなったら結構難しいな。2番さんよくって3番さんも良かったので、5番さんがでも黒いとも思ってないので、これ結構悩みますね。8番さんが決めるしかないかな。あのランテージ、で2番さんは結構いいと思って、私のことをまあ、厳しすぎるって9-1ともに言ってるので、まあ狼だったらそれないかなって思ったので、8番さんが発言します。
いや、一回だけ聞きたいんだけど、騎士でない？オッケー。あ、そこやったら出ろよって決めてくれればいいよ。いや、ここでランテージめっちゃむずいからさ。うん、まあ、じゃあ言うけど、1周目では7番が結構不安だったわ。6番のその黒いとこ釣りたい、それにも誰かが言ったよね、30秒ぐらい使って、その後の交差数ほぼ四股開示も微妙だったから、ただ、まあ、こういう人害はないでしょうっていうことで、もう釣らないか、もしくはもう、交差的に1番、ちょっと、まあ、あれやったら7釣りしかないかぐらいはちょっと考えたんだけど、それで結構待ってたなぐらい。2周目に関してもあんまり落としてないからね。ただまあ、2番、3番で、まあ、ちょっとだけ勝ったのは、まあ、7番が狼だった場合、1、9、もう仮に進路だった場合は、7番囲わずに勝てるか、まあでも、逆にだからこそ囲わないっていう盤面もあるから、7番が相対的に村っていうのも分からんでもないけど、決め付けは難しいかなっていう思ったのと、あとは、なんだっけ、あれ、まあ、いいや。3番っていうのは1番が偽っぽいって言うけど、9番もなんか精査的には普通に7、8で、考えて、まあ8番がずっといいかなぐらいしか落としてないから、1、9でそんな差がつけられるもんでもないと思ったんだよね。1、9番っていうのはどっちかというとここが黒いっていうより単純に交差数、まあ、色落としてる発言がねえからっていう、だから適当に順番つけたことしかないから、それでなんか、偽してる3番もちょっと微妙だったなってぐらい。5番決めてくれよ。まあランテージだろうかなかろうか。あとはまあ、あ、以上。9番さんが発言します。とりあえず3番は釣りたくなくて、91の最強守位置してくれたのが3番だったから、3番釣りたくなくて、人外表になりかねないとこから釣りたくて、7番は2番に、評価一周されてるだけとかって考えなかったのかなとかって思っちゃったかな。7番村ならね。19両、どっちかに2番視点かね。19どっちかに芯がいるて、7番釣りたいっていう思考を持ってたときに、7番が相対的に絶対白になるっていうのは、やっぱり発言的にはおかしいから、それも指摘してた3番が非常に印象よく映っていて、だから3番を釣りたくなくて、釣るんであれば7番か2番でいいのかなと思っちゃってますけど。4番の3番評価も非常にいいなと思ってましたし、釣るなら 7-2 のどっちかですね。 7-2 のどっちかで狼落ちると思ってますけど、7番よりは2番の方狼の方高そうかなと思ってます。なので今日2釣りを推奨します。5番さんには暗いかな。まあ、ニズリ推奨っすね。はい。以上。1番さんが発言します。まあ、私もその、あれですけど、7番さんと2番さん、7番さんはやっぱり色がないのと、で2番さんはちょっと私7番さんに別にそんな厳しい発言したわけじゃないんですけど、すごいなんか捏造されたなと思ってて、2番さんのこと怪しいと思ってたんですけど、そんな厳しいこと別に私言ってないと思うんですけど、でも今9番さんが、まあ、7番さんか2番さん釣るって言ってて、でそう考えると7人には狼いないのかなって単純に思っちゃうんですけど、で3番さん釣りたくないって言ってたんですよね。3番さんはまあ私の方が偽っぽいって言ってて、まあ、2番さんのこと変って言ってて、だから占いたいと思ってるのは、まあ、6番さんは25がいいって言ってて、236の中でちょっと占いたい気がするんですけど、まあでも7番さんも色がないので、色がない狼だったら怖いなっていうのもあるんですが、
でもやっぱ9番さんが3番さん釣りたくないって言ってるのはすごい気になるんで、3番さんが残ってた3、まあでも7人の欄なのかな、ちょっと棋士が決めるのかもしれないけど、そうするとちょっと3番さん占いたいなっていう感じですね、今のとこ。ちょっと次の発言聞いてまた考えたいです。2番さんが発言します。まあどっちが真か分かんなくなっちゃいましたね。まあ9番の発言聞いた時は9番が偽かなと思ったけど、1番の発言聞いたらあんまり4番疑いたくないんだよね。9番の発言聞いた瞬間9が偽だと思ったから、1が4白出してくるから4があっても強靭だなって置いてもう決めてたんですけど、今の1番さんの発言を聞いたらちょっとまた不安になってきたんで、まあ、決めつけないで考えですけど、言ってる意味わかんないかな。だから6番っていうのは初手の発言としてはめちゃくちゃ普通の発言してるでしょ、おかしくない、ね。まあ、3番さんになんか俺は不評変えましたけど、まあ6番の発言っていうのは怪しいところを釣るっていうのはグレズリを主体に置いた発言なんで、まあ霊能2章になったら霊能から釣るでしょっていう重箱の隅をつくような発言をして、6番の進行路にケチをつける気は毛頭ないがって言ってますよ、私3番さん。だから別に私6番叩いてないんですよ。でなんで4番さんも3番さんも相対的に7番が白くなるかと分かんない考えて、これ8番が言ってたけど9番が真だった時にね、あの7番が、黒だった場合って1番7番疑ってたでしょ、9番初手の段階で。そしたら1番が狼だったら7囲うでしょ。まあこれ8番はもう2番を決めつけんなって言ってたけど、大体そうしない。で9番がローの時にあの7番に不利になるような精査をいきなり落とすわけないから、1番9番に進路だった場合7番っていうのは相対的に白い地になるっていう俺の発言の意図を全く見取る気がないから、なんか4番は単純にノイズ位置で、まあ、3番は話聞きないから釣りたい位置みたいな。以上。3番さんが発言します。まあ2番に行きます。理由はね、 あなた重箱の隅すらつけてないんですよ。何を言ってるんですか。霊媒やれ、怪しい方から黒い方から釣るが6番だからね。何をグレー釣りだからこそ怪しいところ黒いところから釣るんだって2番の勝手な解釈してるけど、いや6番って怪しいところ黒いところから釣るんだって言うんだから、別に 霊媒であれ黒いところから釣るだけでしょ。何を言ってるんですか。なんかそこに重箱もクソもないんだけど、霊能じゃあ乱にしましょう、どちらにしましょう、じゃあ黒いところから釣りますだけじゃないの。なんかそのグレーだった場合においての話じゃなくないですか、6番が言ってるのって。怪しいところ、黒いところから釣りたいんだの思考を持ってるから、まあ、じゃあ霊媒だったらどうするんですかって話でしょ、2番が言いたいのって。じゃあ霊媒だったら霊媒の黒い方を釣りますの思考でよくないって話なんで、まあ、なんか重箱の隅すらつけてないんで、何を言ってんだって感じかな、2番は。7番に関しては、ね、これ2、3が良かったって言うんだけど、まあ、だった場合って明確な俺は差をつけるべきだと思ってるよ、7番自身は。要するに3番から2番指摘が入ってるところも良かったってなった時って、まあ、3人のじゃあどっちが良かったんだ、3番から2番を3番がもろども評価してる時って、まあ、2番が変だよねって話してるからこそ、まあ、3人の優劣ぐらいつくよねっていうのが7番から、まあ、だけれど、まあ、まあでもだけれど2番かな俺は。さすがにそこの歪みは俺は許せないと思ってますね。1級に関してはね、やっぱり1番が、まあ、9番によしよしされてるかもしれないですけど、1番の方が狼っぽいなと思いますね。オオカミかは分かんないですけど、人類っぽいなって思います。なんか、きっと考察しますね、これだと思って言うんだけど、あなた2周目すら考察してないじゃないですか。2番、8番、7番、3番、どれ占いたいかな。あ、8番、ごめん、8番嘘だった。2番。4番さんが発言します。ね、2番さんと7番さんがやってる今日、まあ、言ってる内容って、まあ、本来対抗になるはずの位置、まあ、グレー詰めのアイコンになる位置を白く上げて、で釣れそうにない3番さんに、まあ、2番は特に縄を持っていってる、7番さんは特に答え出してなかったと思うんだけど、じゃあこの時に9番が2番釣りたいでしょ。2番が言ってる論は、まあ、その8番が言ってるのとなんとなくわかるけど、
まあ、7番がラストウルフで生き残れるかっていう話をしてるんでしょう。じゃあさ、2番目では3番ほぼ黒に見えるよねって感じか。1番、9番3番狼、1番3番狼、1番2番狼は普通に見えてて、もしくは1番狂人、あ、9番狂人27狼か。でもその場合9番狂人だと2を釣り寄せないと思うから、その場合1狂人か。まあ1のが偽っぽいから僕は結構安心してて、2と3をどっち信じるかっていうと、なんとなく、ごめんね、なんとなくだけど、2番の方を信じてみようかな。2番、7番の村ラインなんじゃないかなって、今思ってて、3番の色を見てみたいかなって思ってます。で9番が死んだと思ってるから、僕はまあ5番から黒いと思われもちょっと安心している。で、明日は1番に投票しようかなって思っている。5番さんが発言します。4番さんが黒いんだけど普通に。27を除外して3番の色を見たいと思ったの。3番さんって別に変なこと言ってないんだけど、4番さんの意見がまるで分かんない。なんか狼言ってるのか狂人で言ってるのか分かんないけど、いやー、一級審議かけると、なんか一番が九番をどう見てなんか二七をピックアップしてるのかがわかんない。なんで二番に視点向くんだろうと思って。九番狂人で二番のご主人を釣りをしてると思ったから一番は二番をピックアップしたのかな。うん。6番さんは全く色見えなかったかなって感じかな。ほぼほぼ釣り位置も何も言ってないから、まあクロスは絶対占いで飛ばしてね、1級はね。まあ今日は2、7のランしますね。しますよ。で、クロスして、8番守って、色見て、まあ一番強いんじゃないですか、これが。必ずクロスで。いやもう俺4番さんが次回しか見れないんだけど、村だったらごめんだけど。3番の色見たいって思う？それこそ6番の進行路に反してるよ。投票してください。アバターをタップして選択できます。まあ7番釣りましょう。感染の男性ファンが、7番ちゃんの声聞きたいって言ってる。遺言の声聞かせろと。ひろちゃん7つ釣れないっておかしいだろうって。わかりました。7番釣ります。投票を終了しました。追放される人が決まりませんでした。まあ、感染の男性ファンは、7番さんが発言します。もう2番さん入れたくなかったんですが、5番さんが27どっちかって言ったので、2に入れて、まあでも4番さんが3に入れてたので、まあ、3入れてもよかったのかなってちょっと思ったんですが、4番さん2周目よかったので、結構6番さんが結構怪しい。ですよね。で、3番さんも、まあ、2番さんと対立してるので、36が気になってますね。で、まあ、ちょっと占い師は、まだどっちがっていうのは言えないんですが、24は良かったのかなって思ってるんですが、2番さんが発言します。俺さ、霊能と騎士だけしか信じられないから、5番さんと8番さん聞きたいんだけど、3番ってそこまで白いかな？俺そうとは全く思えないんだけど、
で、この人話聞いてないんだもん。だから俺がね、3番が言ってる、じゃあ霊能でも黒い方から釣るじゃないですかってこの人言ってんだけど、だからそんなもんはどうだっていいんだって、霊能は釣り切るんだから。いや、3番の言うとおり黒い霊能から釣るよ、そんなもんは。何も言わなくたって分かるだろう。小学生でも分かるわ。だからその部分1点のみで2番を釣り落ちてくる3番っていうのは俺全く 白く見えないんだけど、この人。で、7番は何なのかな、9番1番が2番に票が流れてるから、もしかしたら7番狼あるかもしれない。まあ、これは俺が間違ってて、相対的に7番が村っていう、俺のね、盤面考察もあるんだけど、それを、まあ、決めつけてはいないんだよ。まあ、それもあるかもしれないなとは、9番、1番の票が俺に流れてるから、それはあるかもしれないと今思っている。ただ、3番って言うほど白いか、この人。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは7番さんです。7番さんが発言します。まあ、占い師2人が2番さん言ってるので、まあ、私が釣られるんだなって思いましたね。で、まあ、私は村なので、と、まあ、2番さん村だと思うんですが、まあちょっとでも、うん、まあ評価収とかなかったら村だと思ってますね。2番さんとか4番はちょっと、まあ、ちょっと6、3が気になってますね。で、まあ占い師は結構、まあ、1番さんの方が気にはなってるけど、ちょっとまだ占いはちょっとどっちか分かんないです。ちょっと私白しか出ないので。夜になりました。そのままお待ちください。襲撃されたのは5番さんです。あなたの発言です。あ、すいません、7番押したなげよ。押したってない。あ、でも全員が満票で7だったから、わかんねえなこの村な。4番黒14とかなのか、14342なのか、9番だと2か3だね。7番に関してはもう分かんないから、もうもはやなんか、うん。普通、7ずれたかと思うけど、投票になってるものは驚いてるけど、2、3、4の区別がつかない。だから、7番がちょっと、もうちょっとちゃんと発言してくれれば、2か3、4、この辺の、まあ4はさすがに無理だけど、ずれてる方が本当はあれだけど、7番さすがにわけ分かんない発言ずっと繰り返されてるから、俺して。うん、でもよかったと、まあ、わけわかんないという意味では、7番してよかったんじゃないかなっていうか、白だからちょっと痛いよねっていう、強靭だったらいいんだけど、本当は黒がいいんだけど、27されると7に行くよね。うん、これずっと押してないといけないのかなっていう、ちゃんとこう、ね、ミスがないようにしてほしいわ、ほんと。すいません。まあ、こっからやんなきゃいけないね。
まあ、キミチはそもそも信教なんか進路なんかって考えなきゃいけないよね。どっちが死んだんだろうな、これな。2、3、4、確かにね、僕の中でね、難しいんだよ、5番の人に言うと。7もだって分かんないじゃん。あの2周目聞いたら変だなと思ったけど。2、3、4、難しいぞ、これ。2浪とかいたらどうしようとか思ってるわ。いい要素もなんか、まあ、黒要素がね、無理くり上げられないってやつなんだよ。2、3、4の難しいとこが。はい、ちょっと、ただ、9番、あ、9番4、7ですね、今日は。はい。8番さんが発言します。家間ではないけど4級の欄ね、4級の欄、はい。昨日は本当は3番の色見たかったんやけど、まあ、3の発言、まあ、そこまで白くないっていうのも、まあ、俺もそうは思うけど、それよりもさ91の発言聞いたら、まあ、3の色が一番見たかったんやね。9番っていうのが、まあ、3を上位したいっていうのは、9、3だった場合はあんまり出ない進行ではあるんだけれども、1番がその後に7、2が自分も怪しい。ただ、最終的に3つるしかないかなって家で言ってるのが、あ、マジで。ごめん。この試合すまんね。ガーディアンテール、ね、どうしよう。一回助けてか。なんか何周年かわかんないけど、なんか全部の、日々のミッションも変わったし。何日々のミッションが変わりすぎてやべえ。一番の昨日の、発言が結構辛かったんよ、俺は。まあ、いやいや、3を釣るしかないかって最終的に、突き加えたのが、1、3あるかってぐらいの感覚で、まあ、釣りたかったんやけど、まあ、今日は9は4に黒出してるわけでしょ。1、9、新居だった場合、まあ、そうだった場合は、2番っていうのは、まあ、どっちかというと、一番1、9と切れてるのは昨日2番だと思ったけど、2オカメだった場合、つながり値って俺6しかないと思ってて、昨日2番釣られてもおかしくない場面だったと思うんだよね。2番が7番評価してるように、俺も7番からあんまりオカメ要素は拾えなかったから。そうやった場合の3番とか4番の、昨日の2番への触れ方っていうのはあんまりつながらないなって。むしろ4番だった場合はもう7番に行くしかないからって思ってたんで、まあ何が言いたいかというと4区の話聞いて決めます。9番さんが発言します。まあとりあえずクロス指示が飛んできたんで4番占ったら4黒でした感じ。1番が2番に行ってたから、あ、1、2ないんだと思って7番投票に変えてましたって感じですかね。4黒で4一ローの囲いだと思ってます。オア42オア43ロー1強陣とかもあれ全然ありだそうかなとかって思ってます。うん、4黒なんで4番釣ってくださいって感じですね。4級ラン初週は初日ね、初日の話に立ち返るけど、なんで9番が3番を釣りたくないかって言ったら、91の審議をつけたのが3番からスタートとして、それが正解をたどってたから3番を釣りたくなくて、で4番がそれを評価したことによって3、4除外の2、7ランねを提唱して、そこに1番があんましね、ちょっとね、俺から一番に指摘入れるのはあれだけど、一番視点下もそれで2、7ランになるのが不自然でしかないなって思ってる。村目線そう見えないさって素直に思うんですけど、今日4番釣ってください。4黒落ちます。以上。1番さんが発言します。いや、今日は9番さんで、4番さん白なんで、強靭の可能性もあるんですけど、まあ、7番さんが強靭なのかなってちょっと思っちゃうんですよね。7番さんは2、3番さんがいいって言ってて、で、私は3番さんが狼だと思うんですよ。で、投票先見ると、最初の投票先だけど、私も2番さんに入れちゃったけど、3、7、9、1で入れてて、で、9番さんは、まあでもそうですね、強人か占いじゃない、狼なんですが、まあでも狼だと思うんですけど、で、その2番さんに入れてる時点で、9、3が2番さんに入れてるので、9、3が狼かなって思ってるんですよね。で、私は、
3番さんがめちゃめちゃ、まあ私がもう偽だって言ってるし、まあもう私目線だともう6番さん白で、もう2、3しかいないんですよ。でも比べたらもう3番さんの方がもう狼濃度が高いと思ってるんですけど、何言えばいいのかな。で、あの私3番さん占いたいって言ったじゃないですか。でも棋士の人がクロスって言ったから本当は占いたかったけど、そう、6番さんを占いましたね。本当は3番さん占いたかったです。で、これもし私に紙が入ったらもう占われたくないところで3番さんが怪しいっていう風に見えますね。これ2番さんが発言します。ダメだ、占い師だったら9が真に見えてグレーだったら3が黒く見えるの。どっちに行ったらいいのか分かんないわ。ただ3番は俺に対する発言が おかしいだけで、その他の発言9番1番を対比した時に9の方が真に見えるっていうのはまともだと思うよ、3番さん。いや俺もそう思ったもん。いやただ2周目の9番の発言聞いた瞬間もうこれ俺9絶対に偽で見ようって決めてたのに、1番のあの発言でしょ。だから俺視点分かんない占い師なんてこんなもん。だけどやっぱり初日の俺のね思考の7番白の思考に対して違和感を示していた4番、ね、5番さんの棋士の5番さんも4番黒いって言ってたし、まあ、4番行こうかなと思ってんだけど、なんか3番がなんか尺に触るような発言したら9番行こうかなと思います。3番さんが発言します。4番に行きます。あの尺に触るも何もあなたへの2番元気俺は正しいんですよ。あなたが間違ってます。だったら言うなよってしかないんですよ。2番から6番に対して6番が霊能どうたら、霊能じゃあ霊能のパターンはどうするんですかって言うんだけど、いやあなた自身も認識してたんでしょ、怪しい方から行くっていうのは。霊能なんてロラ前提で怪しいところから行くのは普通だろうっていうの認識してたらなら何を6番にぶつけたんですか。要素じゃないけどとは言ってたけど、何をぶつけたんですかでしかないんですけど、2番は。4番に行く理由はね、まあ、4、1、42がありそうだなって、まあ、ほぼ俺はその2択だと思っていて、まあ、そもそも俺は9、1の、まあ進路、進路のパターンかなと思っていて、9が進ね、1番が、まあ、なんか強靭にも見えるんだけれど、まあ、どっちにしろ 4がつながると思ってるんで、4が狼1だった場合はね、まあ、なんで4番に行きますわ。ね、4番はそもそもあの2周目4番地点で2、3、7だったら3番にたどり着く理由がなかったんですよ、まあ、むしろなんかごめんね3番さん無理やりだけどって何がごめんねなんですか。4番の中で3番狼にたどり着いた明確に俺は2番7番の要素も上げた上で、じゃあ4番が3番が変だからっていう理由だったら分かるけど、何が理由で3番が変だよってなったんですか。で釣り位もランテージ7に上がってんのに、まあ、4番は3番入れるんでしょ。まあ、なんか4番の行動が掃除で村ではないんで4番に行きます。あれプツってあなただけですよ多分。俺多分8番の話もプツじゃなく聞いてたんで、うん、そうだよね、多分1番の問題だと思います。はい、まあ、なんで4番行きますわ。まあ、21に関しては最新技1強の可能性もあるんで、まあ、いいか、無理切っちゃう。4番さんが発言します。はい、多分僕目線だけがすっきりしていて、724スムラの3番狼6強人、9番狼1神、8番霊の5騎士なんですよ。で、昨日 3番に行った理由っていうのが、27が村ラインに見えてるから。うん、2番がね、狼で7番を囲いかばう発言を2周目も継続する必要もないし、7番が2、3白いっていう発言を残す必要もないから、2も7も狼に見えません。で、2と7のやり取りがもう村ラインにしか見えない、僕にはね。で、9-1の精査は間違えたけど、1番さんが、まあ、なんで偽に見えちゃったかっていうと、9番が2番釣りたいって言っているだけで、1番さんがどこ釣りたいかを言わなかったこと。で、3番を占うって言っちゃったから、1番がね。だって3番釣りますって言えばよかったのに、3番占うって言っちゃったところが偽かなと思ったんだけど、結果的に真でした。で、
2番さんに言っとくと、5番が4番を黒いって言ったのは、4番が3を白く見たところはいいけど、6番の進行論に対して言ってるのが黒いって言ってるんですよ、5番の主観でね。で、2周目に関しては僕は2番さんと7番さんの村拾って3番に行くって言っている。これに対して5番は3番を白ししている 人物だから4番が黒いって言ってる。5番が勝手に3番を白いと思い込んだから27の欄にした。2と7も絶対村だと思ってたから俺は3に投票し、カタカナにしたけども、まあ、2番さんに両占いしか入れられていることから、まあ、7つるのが無難だと思って一応7には投票していた。聞けばいきます。わかんねえよもうよ。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票狙い難しいだろ。3番は行く、28次第で変わるから。投票放棄もうきついから、もう勝負で4番1番だったらさよならってことで、もう諦めるわ。投票を終了しました。だったら諦めるわ。追放されるのは、よし、4番さんです。仕方がねえけど、もう諦めるわ。4だったら悪いけど、もう俺の見る目がなかった、ちゃんと見てなかった。スマホゲームやってました、はい、お疲れでした。4番人狼お疲れじゃねえわ。夜になりました。そのままお待ちください。4番はもう人狼だでいいのお前。4番が人狼なのこれ。あのさ、4番が人狼でいいのこれ。もう投票にすればよかったかな。必殺投票攻撃、決戦で輝かれても困るし。4番、一番の人は人狼もあるんだけど、一番の人狼か村がまだ見極めが難しい。そのままお待ちください。勉強しよう。一番の子のまだ見極めが難しいわ。ちゃんと区別ができねえわ、まだ。うん、まあ戦って試合経験をつかむしかねえわ。一番の進化聞いたらわかんねえ。ちょっとさすがにスマホゲームで聞いたわ。昨夜襲撃されたのは8番3です。ほな、4番がぶらないなような気が俺はしてるけど、もう無理かなこれ。9番3が発言します。西白、ちょっと3番が4番に行けてることから、3番が4番に行けてることから、3、4、狼、1、狂人は否定されてんのかなとかって思ってるんで、シンプルに1、4、ローだったって感じですね。はい。かっこいい場面でしたって感じ。1番投票お願いしますって感じですね。はい。3番が狼だった世界戦だった場合、9番投票に行くべきだから、3番は村だなって思いました。はい。そこで3、4否定ができたんで、1、4、ローですね。はい。2番はどっちつかずだったから、占ったら西白でした。はい。シンプルに1、4、狼でした。はい。1番つってください。まあ、1つって終わらなかったら3番。けど、3番が4番に行けてることから、その世界線はないでしょって思ってます。はい。1番つって終わり。1番さんが発言します。もう私の発言が本当に白く見られないから、もう本当難しいんだけど、まあ霊媒師噛んだのは4番さんが白だから、それ白で分かったら9番さん破綻だからっていうので、4番じゃない、8番さんを噛んだんですよね。で、4番さん、すごい、もう4番さん、本当に発言、すごい考察できてたのに、私が、そのさっき4番さんに言われたけど、その3番さん釣りたいって言わなかったこととか、そういうので黒く見られたみたいな、そういうことなんだって私も思って、ちょっと自分でも分かってなかったんで。
まあでもず、まあ最初からだけど、2番さんと3番さんが怪しいと思ってて、で、3番さんめちゃ私に叩いてきて、やっぱり3番さん怪しいと思ってて、ずっと。で、2番さんはやっぱり私の発言を聞いたら、やっぱり私が偽にしか見えないって思うから、何を言ったらいいのかなと思うんですけど、本当、なんて言ったらいいかわからないな。でも9、3の1、2、3、4、5人いて、まあ、教人はいないってことですよね。で、9、3のなので、じゃ今日は3番さんに言ってほしいんですけど、教人は、さっきも言ったけど7番さんかなって感じで、ちょっと2番さん、3番さんに言ってください。2番さんが発言します。いや、狂人1は4番か6番じゃない？ 6 番のボタンを押せなかったっていう投票放棄が本当なのかもしれないけど、まあなんか嘘くさいなって思うし、4番の乱定時に従わない3投票も狂人アピールには見えるけど、まあ普通に9番1番で、もうこれ申し訳ないんだけど、審議つけたらもう9番さんが真なんですよ。これは。申し訳ないけど。まあ、2週目の9番発言を聞いたときに、9番はもう俺は偽だと、間違いないと思ったけど、その後1番さんの発言を聞いたら、それがもう逆転しちゃったってだけの話ですね。はい。まあ、荷刷り推奨とか言ってる時点でもう偽かなと思ったけど。まあ、だけど、やっぱ1番さん、これは仕方ないです。あの、9番の方は真の考察してます。うん。だから、普通に今日は1番行きます。うん、まあそれしかないです、言うことは。3番さんが発言します。はい、1番いきます。1音ローローでしたね。1番さん言うけど、まあなんかそもそも俺は時間潰ししてる狼にしか見えないですよ。まあ、1番初めから考察もクソも何もしてなくて、で最終盤面でこの状況下において、最終的にこの状況下に置いといて、8番が噛まれた理由はとか、何を時間潰ししてるんですかっていう話でしかなくて、じゃあ1番が今言った、じゃあ4番さんの考察良かったから私言えなかったんだよって言うんだけど、4番の考察どこが良かったんですか？ましてや3番から1番にじゃあ叩いてきたって認識を持ってるんであれば、叩いてきた内容でここがこうだから変だって言うべきなのに、叩いてきたから3番さん狼です、怪しいですなんて成り立たないです。人狼ゲームが成り立たないですね。4番って明確に変ですからね。4番の初週は3番良かった、評価した上で、じゃあ2週目の7番、2番は良かったって言うんだけど、まあ、2週目の7番って要するに2番、3番どっちも良かったよって、まあ、3番、2番一緒くたにした7番と、2番はあの2週目に及んでもこれ1週目の発言の続きをしてるわけですよ。で、3番もこれに関して言えば、2番に関して言えば1週目の続きを2番にぶつけている状況下において、4番が1週目で3番評価してるときって、あの続きの段階下で3番、2番評価で2番の方が良かった、狼っぽくなかったにはなり得ないですよ。だからこそ4番狼で補足もかかるし、で1番が4番良かったっていうんであれば、じゃあ良かった内容を吐くべき、何か一つでも、まあ、ゲームと吐くべきじゃないですか。それも何もせずに、3番が黒でした、田場さんは叩いてきたので怪しいなと思いましたなんて、人狼ゲームが成り立たないです。はい、1番いきます。あなたの発言です。はい。そもそも14だったら1すればいいだけだから、自爆してないのなんでなの？自爆できないんじゃない？4番がさ、遺言で何も残さないの？狼で。意味わかんないんだけど、狼だったらさ、8カム前提だったら白くなった遺言残せば3球釣り切れるかもしれないのに、あんな遺言残してんだから強人でしょ？ 3 球ローローでしょ？ 1 番がだって14だったら自首すればいいでしょって話だし、14で9番噛まないんだったら14は負けるべくして負けてるんだから、7番が2番の強人に謝罪案件だと思うよ。かわいそうでならないよ。7番か2番でしょ。はい。まあ、村ですよ、私は。村だから4番が私を強人と見たから私は4番に投票しただけです。14だったら戦略性で9番噛まないから悪いんじゃないって思うし、72の強人はご愁傷様でしたね。3番いきます。見えました。4番強人だわ。だから72村か、つまり。遺言が、一言しか残さない、そんな老はいません。
4であれば1番はもう試合放棄してだって2番の票は取れないから。よって1、3、道路、4、強靭。これが多分正解でしょう。はい。3番いきます。その後9番いきます。自信進行でいった方が勝てるでしょう。4番の遺言がもっと白くなるべきです。普通に狼だとすれば。はい。一言も残さないってのは9の信頼を行っている。よって3番が順路。そういう答えは出ました。はい。まあ、4番が村で、4番がローだったら72の強靭が悪かったってゲームですよ。私は3番いきます。以上です。投票してください。アバターをタップして選択できます。いや、これわかんないよ。4番が、どっちを取るかだからさ、1の子がまだわかんねえんだよ、この子の。まだ、しっかりいいかな。どっちもわかんねえんだよ、狼の言う。何回かしか戦ったことない。投票を終了しました。9番の方。追放される人が決まりませんでした。1番、3が発言します。いや、6番さんすごい、なんかそれ分かって、ほんとすごいと思った。だから私が3番さんにすごい言われたけど、そのなんか、様子を取んなくちゃいけないって言われてて、とりあえず私をいっぱい叩いてるのと、だからもう他に何、精査が甘いからって最初言ってたんですよね。で、それでずっと私を叩いてきてるとこ、だからそれ以外にちょっと言うことがなくて、人狼ゲームは発言のゲームなのは分かってますが、まだそこまで、発言がうまくできないっていうことなんですけど、でも6番さんがすごいなんか分かってくれたからすごいなと思って、はい、サンドラさんに行きます。あ、行きますよね、入れて。3番さんが発言します。いや、なんかその自分まだできないんでを免罪符にされて語れても困るんですけど、じゃあ1番が言ったことをもう一回言いましょうか。1周目6、7、8番だったら8番さんが伸びてたからいいと思いますって。そりゃそうだろ、6、7、8と発言があるのが精査する量が多いのって8番なんだから、まあ、伸びてるを理由に8番がいいって言うんだったら、なんかそりゃそうだろってでしかなくて、だから上辺だけで精査してそうだなっていう1番への初週ね、初週1周目ね。で、2周目に至っては、なんだっけ、8番は出てるから、2、7、3、5だっけな、あの状況、騎士出てなかったね、確か。5だったら、私は3番さんから叩かれたから、3番さん占いたいな。でも2番、7番だったら、2番、7番だったら私は2番なのかな、2番から1番に対して、なんだ、7番の、なんか優しい、厳しいって。言われたけど厳しくないようでしかなくて、何をしてるんですかって。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは、1番、3です。試合終了、勝利しました。